中日、主力対談か ?9 回 OB がゴロリ。9月9日の読売ジャイアンツ戦に0対5で敗れた中日ドラゴンズは10日にもクライマックスシリーズ進出への可能性が完全に断たれようとしている。まさに終戦寸前だ。担当記者はそれだけではありません。創設87年を誇る中日のシーズン敗戦の球団記録は83ですが、残り試合を勝ち越さないとそれを避けることもできません。さらには9月5日の阪神タイガース戦の7回から9日の試合終了まで33イニング連続無得点とまさにどん底のチーム状況です。かつてミスタードラゴンズと呼ばれスター選手だった立浪監督の就任から2年連続最下位に沈んでいる。そんなチーム状況を見続けてきたファンからは怒りの声が上がっている。9日の試合終了後の X、旧 Twitter 上では立浪やめろのハッシュタグとともにこのような声で溢れた。今のドラゴンズの借金は28、与田が退任した時は借金16、森重和が退任した時は借金15、おかしいだろ。監督業に対して現役の頃はすごかったとか、ミスタードラゴンズだからとか変な雑念入れて評価をねじ曲げるのやめてほしい。ドラゴンズ、終わったかも。いや、終わっちゃいました。最近ではチームの勝敗だけでなく、球団内のごたごたもクローズアップされている状況だ。8月23日に、夕刊フジは、試合前の食事会場で、立浪監督が選手たちに対する白米の提供を禁じた、という内容を、令和の米騒動という見出しとともに報じると、ネットを中心に大きな話題になった。そして、また新たな騒動が起きようとしている。西武ライオンズ前監督で、2007年から計8年間、中日のコーチも務めていた辻初彦氏が、9月9日夜に自身の X で、こう投稿したのだ。2007年同期として中日に入団した福田くんからの電話、今季限りでの退団の報告でした。器用じゃなかったけど、誰よりも一生懸命な人間だったからこそ、17年間もプレーできたと思う。福ちゃんよく頑張りました。現在は削除されているが、この投稿で触れられているのは、中日に在籍する福田のうまさのことだと思われる。引退してもおかしくない年齢と成績ですし、シーズンも終盤に入っています。球団の退団を通告する判断には、不思議な点はありません。ただ、令和の米騒動など、情報流出が続いている状況を考えると、退団通告する選手ともしっかりと、発表の段取りをすり合わせていくべきだと思いますが。それに、成績不振の立浪監督の去就については、一切情報が出てこないのに、選手の、首切りは淡々と進めていくんだ、とファンには思われてしまうはずです。それすら想定できないほどに、中日の球団内は混乱しているのでしょう。就任時の立浪監督は、とにかく球場へ行きたい、ドラゴンズは変わったなと言われるようなチーム作りを必ずしますと宣言していた。2年経とうとする今、いい変化はあったのだろうか。ドラゴンズが変わったのは認めるわ。借金30で辞めなかったら続投決定やな。落ち合い時代と、落ち合いじゃない時代の落差が激しすぎ。辻さんやらかしててくさ。逆入りは良さそうだけど、